はい、こんにちは、ラックギターです。本日はこちら、古林達郎オールコア、塗装画歌集、販売価格19万2000円プラス税、紹介いたします。はい、それでは店長さん、よろしくお願いいたします。はい、古林さんの、手工ギター製作家の古林さんですね、はい、のウクレレです、はい、これはもうすごいいい材料使ってますね、はい、これ見るどっから見てもとろめが出てると思うんですよね。もうピッカピカに光ってて綺麗でしょ、はい、ほら裏もいいでしょ、横もはい、見事にこう縦にはい、とろめ出てますね。いいですね。ボディはオールコア、はい、ネックがこれはね、ホンジュラスのセドロという木です。セドロ、はい、マホガニじゃないです、はい、セドロです。セドロ、はい、はい、あと塩ですね。これはね、ヘリンボーンっつってニシンの骨の模様ですね。ヘリンボーン、ヘリンボーン、ボーンは骨、はい、ヘリンはニシン、あの魚の骨みたいな、魚の骨ですね、はい、でここがこうなってて、でここもついてて、で貝が入ってますね、はい、はい、でポジションマークも貝ですね。でこの綺麗な、あ、ヘッドもヘリンボーンが入ってて、あ、でヘッドの方に古林と、さんとこう、あ、もうちょっと下です、下で、はい、ゴールドの、ゴールド、金のね、金で、うん、贅沢に、金じゃないと思いますけど、はい、金色ですね、金色金すいません、もうちょっと金色のここですね、もうちょっと下です、ね、はい、金色で古林と、はい、はいはい、はい、で糸巻きはこういうギタータイプのやつですね、普通に巻き上げです、はい、はい、普通に巻き上げ、はい、鎌かなんかだとここから直に出てくるんですけどね、あ、直打ちでね、はい、これはギタータイプ、チューニングはこの方はしやすいですね。あ、なるほど、はい、でこれロングネックですね。ロングネック、まあコンサートみたいな感じですよね、コンサートタイプみたいなね、あ、はい、フレット数も多くて音量も割と大きめよくなってますよね、はい、さすが指向ギター製作家のものですよね、はい、結局鳴らすっていう、あの、なんていうんですか、まあ楽器なんで鳴ってくんないと楽しくない、はい、こうやってコロコロよく鳴ってくれると弾いてて楽しいですよね。あ、はい、はい、音色を言葉で表現する、一言で表現するとしたらどんな感じですか？音色はね、ハワイ気分。ハワイ気分。おお。でこれ弾いてるだけでちょっとハワイに行けたような。行ってるような気になっちゃう、ね。気分になっちゃう。日本製ですけどね。なるほど。まあコロコロと、でこれちょっと弦、これサバラスのウクレレ弦が貼ってあると思うんですけども。この弦と、あの、カマカはカマカの弦が張ってあるんですけど、はい、もう性質がちょっと違うんですね。これはフロロカーボンの弦なんで、ちょっとシャープめの音です。張る弦によっても音は全然変わりますから。あ、カマカのやつは新品の状態の時はカマカのナイロン弦が張ってありますから、はい、で、このフロロカーボンの方がちょっと弦細めで、はい、シャープめな音が出ますという感じですね。はい。以上。はい。じゃあ、お問い合わせの方お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。